けど、セーラー服に着替えたいと思います。アメリカには制服とかそういうのがなくて、あの昔から可愛いですねってずっと思いまして、私も学校もう一回行ってみたらちょっと着てみたいと思います。多分リアルバーディーのタイプってケンみたいな人で、すごいなんだろう、完璧な男のイメージがありますけど、意外とあの金髪の多めとかより日本人結構好みで、普通にかっこいい日本人の男といいんじゃないかと思いますけど。